皆さんこんにちは、ランタイムです。今回はね、この7万円の計にこたつをねつけていこうと思います。でというのもね、この7万円の計先日車検を受けたばっかりなんですけれども、2名乗車に変更したんで真ん中の列のシートは外してもいいんですよね。で実はね、今はもうこんな感じだから椅子は取っちゃってます。で取ってね、この台で浮かしてる状態なんですけども、ちょっとこれ取りましょう。はい、中こんな感じですね。3本の柱をちょっと立ててから、これはもう取れるようになってるんですけども、下側に板を敷いて平らになるようにして、でこの分で足を3箇所置いて浮かしてるの状態でやってました。で今回はもう寒くなってきたし、こたつがねつけなくなったんで、これにねさらに改造して、こたつをつけていこうという格好の動画になってます。でこたつにするためのレイアウトとかはもう考えてて、パーツもある程度までは切ってきてるんで、ちょっとその分で一遍、バット組んでみます。はい、ということで、ね、こんな感じですね。これは90センチぐらいの板ですね。をこんな感じで組んで、高さにね、高低差があるんで、こっちの柱が短い柱、向こうの柱が長い柱っていう格好になってます。こんな感じですね。ここに座って、向こうに向かって料理をして、っていう格好になります。で、これじゃあね、まだこたつではないんですけども、まあ、まずはね、机という格好のものになってます。中に座ったらね、こんな感じでから、膝上2センチぐらい、かな、2、3センチ分ぐらい高くなるようにしてる状態ですね。でこれね、今お尻が低いからちょっと高い位置になるんですけども、お尻が上がったらね、こう手がこんな感じとかなってから料理もしやすくなるはずなんで、こういった格好でねやっていこうと思います。でちなみにね、この机自体は固定するつもりはなくって、こうずらせるようにねしようと思ってます。ですんで、ちょっとこれ向こうに寄せましょう。まあ、こんな感じでね、下げれるようにして、この運転中もね邪魔にならないような格好でできるようにしようと思ってます。ちなみに、使ってる木材なんですけども、これがパイン材っていう分でから2000円ぐらいの木なんですけども、これまずは90センチに切ってます。で、これ下側に使ってる分はこれ合板ですね。合板1枚買ってきてからこれをカットしてもらいました。で、この分と足に関しては 2×4 っていう木材ですね。1本300円か400円ぐらいで買える木材を使用してます。これ1本買ってからポンポンポンと切ってもらったらこんな感じになりました。で固定するのには、ここに今使ってる分なんですけども、これがねこういったものがありまして、棚を簡単に作るっていう簡単だなっていうものなんですけども、これここの裏側にね 2×4 の木材がスポッと入るようになってるんですよね。こんな感じですね。こんな感じで刺さるようになってます。でこの辺をネジで留めて固定すれば抜けなくなるっていう分ですね。でちょっと今からねこの分セットしていこうと思うんですけども、向こう側の高さとかをね合わせるのにはこっち固定しておく方がすごい便利なんで、まずはこの分をちょっと固定して、それから作業を移りたいと思います。はい、ということでね、やっていきましょう。まずはねこれをひむきます。で今むいたこの分にもうね幅もね合わせた分買ってきてるんです。これがちょうど40センチなんですけども、この木も40センチなんで、こんな感じで端っこにねこうやってもう置けば OK で、こんな感じかな、こうやってずれてこないようにねこうやってピッと置いて、はい。でね、これは木ネジなんでちょっと一辺開けてみましょう。うん、ギリギリ良さそうなんで、ギリギリね超えてこなかったんで OK としましょう。で同じようにねネジでポンポンポンとまずは止めていきます。よし、やっぱり飛び出ました。うん、微妙に出てますね。ちょっとね、分かりづらいかもしれないですけども、これですね。これとか、あ、これもそうですね。ちょっとね、金槌を叩きます。よし、大体いい感じですね。で、これに、こうですね。結構グラグラするね。こっちもこう。で、あとは、ネジで止めると。はい、とりあえず完了ですね。ちょっともっとしっかりつくかなと思ったら、結構意外とね、これカタカタするんですよね。多分これ指定ネジじゃないからグラグラするみたいですね。指定ネジはね、なんかこうって書いてあります。 M5 の25とかって。またね、これはちょっとダメだったらね、また後で買っときます。よし、じゃあね、そこでもんでだいぶ作業性が上がったんでやってみましょう。よいしょ、うん、こんな感じですね。なんとなく見えてきたんでね、じゃあこっち側もね、つけましょう。こっちどっちみちつけないといけないんで、つけます。はい、OK ですね。いい感じできました。これでもう相当ね、今からの作業性がすごい上がったんで、ちょっとやってみましょう。はい、こんな感じですね。で、こっちをね、上げたりとか、少し向こう下げたりとかして調整していくんですけれども、下側のこの部分が、高さが決まってないと、うまく、なんでしょう、高さ合わせができないと思うんですよね。ですんで、まずこのテーブルは完成したんですけども、次はね、下回りの方をちょっとしっかりしていきましょうかね。これとか、この部分とかの板をちょっとしっかり
がっしりしたものにね作っていきたいと思います。はい、これがね一番下に敷いてあるベースの板ですね。今もうこの分はね動画外でカットしてから作ってた分です。でね、下こんな感じになってます。木のね端材はこんな感じで置いてます。あのね、この下側がね結構こう傾いてるんで、まっすぐなものとかね置けないんで、もういろいろバラバラで置いてあります。で、今ねこの状態がちょうどいいんで、先生、まあ下は大体もうこんなもんで OK ですね。はい、ということでね戻し終わりました。大体まっすぐなんでね、もうこれで OK です。で、次はねこの上に置く板ですね。僕の考えではね、この部分、こっちの部分がフラット部分で、こっちがね、まあ乗り降りしやすいような格好にする部分なんで、こんな格好にしてます。で、あとはね、この部分を、なんでしょう、木枠を組んで、この部分を貼っていこうと思うんですけども、その前にね、向こう側の板が、ちょっと大きくてからね、あそこの角ら辺がね、当たってるんで、あそこの部分をちょんちょんと、まあこっちもね、ちょっと角を落とすような格好で、それからね、こっちの枠組んだ時みたいに木材を貼り付けて、レーザーを貼るっていう格好ですかね。で、やっていきたいと思います。はい。角を4センチ4センチぐらいでね、測ったんで、これを削りましょう。ちょっとなんでね、もう手で引きます。はい、OK ですね。で、乗せてみたらね、こんな感じでした。ちょっとね、角ちょっと落としすぎたかもしれませんね。だいぶ豪快に落としたんで、3センチぐらいでもよかったかもしれませんね。まあ、OK です。はい、この木のね、配置方法だいたい決まりました。この下側にねこうやって1本ちょっとこっからここ向こうまで通そうと思います。あとはね、この辺の板はこっちにつけた方がいいかなと思います。はい、じゃあねちょっとやってみましょう。まずはこの距離なんですけども、105センチでちょうどっぽいですね。105センチでカットします。はい、この倉庫結構いろんなものが揃ってるんで、ないかなと思ったらありました。丸ノコですね。この分ね、まっすぐ方向にね切るのはすごい得意な機械なんで、丸ノコでジャーンとカットしたいと思います。で、合わせてみると、ちょうどいいですね。で、ここから、ここまでの距離、ちょっと測っておきましょう。42センチぐらいですね。じゃあ、向こうの板にね、今度は、これですね、ちょうど長さが70センチだったんで、向こうの板にね、これをつけます。こんな感じの位置ですね。ちょっとずつね、テープでちょっと反対側、仮止めして、で、止めると。で、これをひっくり返して、はい、ちょっと見えづらいですけどもね、線を引いてね適当に印を打ったんで、ドリルでね止めていきましょう。ネジ付け終わりました。取れてませんでした。はい、こんな感じですね。いい感じに取り付けれました。で、あとはねこの高さの部分なんですけども、これこのままでもいいかもしれないんですけどね、どうしようかな。ここにねバーがあるんで、これ結構十分頑丈なんですよね。で、これでもう座ってしまえばいいような感じではあるんですけどもね、座ってもねガタガタするようなことはないですね。良さそうですね。じゃあこっちもね、くっつけましょうかね。はい、いい感じですね。綺麗に取り付きました。で、ちょっとさっきも言ったんですけども、こっちのこの下側ですね、ここですね、ここの部分をうまくあれしたいんですけども、どうしようかな。はい、でね、取り付けに関してね、いろいろ考えながらホームセンター行きましたら、いいのが売られてました。これですね。こんな感じでね、普通は直角の L 型なんですけども、こう斜めにこうやってから加工されてるんですけど、これ補強が入ってる状態なんですよね。ですんで、このね、なんていうかな、この潰す方向の力に強いという分なんですけども、こうやって取り付けて、こんな感じで取り付ければ、倒れる方向にすごい強いんですよね。補強が入ってるんで。ですんで、この分をね、こうやって格好でちょっと取り付けていきたいと思います。ただしね、これネジがね、多分飛び出るぐらいあるんで、適当なね、この木を一本橋渡しして、こんな感じで通して、で、この分に対してね、こんな感じで止めようと思います。で、ここにね、カットした木材を両面テープで貼っていくという、こうですね。これどっちかというとね、その仮止めみたいな意味です。まずはドリルでちょっとガイド穴開けておきます。で、ネジで止めていくと。ちなみに裏は、ね、下はね、板かましてからかさ上げしてます。下にね、挟んだ木が柔らかいんで、あんましドリル回すぎたらね、下の木を舐めちゃってからダメにするんで、ガイドを開けてやった方がミスしにくいですね。はい、と思ったんですけどね、ちょっとこれ失敗したかもしれませんね。これ霧の木材使ったんですけども、柔らかすぎてからこういった分使ったらね、こうグッと力がかかった時に木の方が負けてからほじれる可能性が出てきましたね。これじゃいかんな、ちょっと困りましたね。これ木をね、ちょっとこのサイズの硬い木をちょっとまた買ってきます。行ってきます。はい、ということでね、木材買ってきました。同じようなものがなかったんで、もうちょっと似たような分にしました。じゃあね、測ってカットして取り付けたいと思います。よいしょ。
でネジを打ったら下側にここでもう馬をつけて、あとはネジをまた刺します。でもね、先に下穴を開けとかんとうまくはまらない場合があるんで、下穴をはい、ということでね、一番でかいパネルの足がつきました。で、今この状態でもしっかりしてるんですけども、こことここを止めて、もう揺るぎないものにね、しようと思います。よし、はい、止まりました。すごくね、綺麗に止まってます。でね、これもうめちゃくちゃ頑丈についてます。ガチガチですね。倒れる気配がないです。で、こっちも OK なんでね、ちょっと向こう取りませんけども、向こうももう取り付けます。できたんで、これをね、車に戻してみたいと思います。はい、ということでね、こんな感じになりました。向こう方向に、こう、板がずれた時に、足が折れてね、入ってきて倒れるっていう可能性があったんですけども、めちゃくちゃガチにくっついてるんでね、それはもう、なそうです。なんですけども、なんかね、向こうが低いんですよね。ちょっとね、あそこだけ、見えますかね。カタカタ浮いてるんですよね。で、水平でね、さっき見てみたんですけども、大体水平なんですけども、なんかね、下はね、一枚当て物をした方が、収まりがいいんですよね。で、まあ、素人 DIY なんでね、もうこれは仕方がないと思うんで、あそこら辺にね、板を一枚ね、貼るような格好にしたいと思います。このベニヤ板の端材ですね。を、あそこに貼って、大体水平になるようにしたいと思います。はい、こんな感じですね。板をちょっと置いてみました。こんな感じで収まりがいいんでね、後でこれをちょっとうまく加工して取り付けたいと思います。ということでね、座る部分ですねのフラットの板が2枚できたので、もう次はね、この分にこっちと同じようなシートを貼ろうと思います。はい、ということでね、買って帰ってきました。といってもね、買ってきたのはこれだけです。で、この下に敷いてるこの分のマットなんですけども、これ実はね、特殊なお店というか、岡山に1軒しかないお店でしか買ってなくて、で、そこね、閉まるのが7時だったんですよね。で、いろんなね、もう仕方がないからいろんなお店うるうる回ったんですけども、同じような分はなくって、色合いも全然違ったんで、買ってきませんでした。もう明日のね、朝買いに行くことにしました。で、この分自体は、もちろんちっちゃいパーツには合うんで、この分に合わせたりとか、あとこっちの分にね、この滑り止めを貼ったりとかして、今夜できる作業を進めておきたいと思います。まずはね、脱脂をします。しっかり拭きます。あんまし折れませんでしたね。で、あとはね、両面テープ、100均の分ですね、を貼って、滑り止め貼って、で、端っこ切るだけですね。これね、前回やってるんで、もうパパッと付け終わった部分を見せます。こんな感じでね、両面テープ今粘着面出して、あとこれもう貼ります。よし、はい、 OK ですね。小さい方が完了です。こんな感じでね、貼りました。あとはこのね、シールを剥がしてこれを貼ります。はい、こっちもね、カット OK ですね。これはもうビニールシートがないんで、もうこのままです。はい、次はね、助手席のヘッドレストの部分ですね。余ってる滑り止めを使って貼っていきたいと思います。はい、作業中ですけどもね、ちょっとお腹空いたんで弁当食べます。いろんなね、具材が乗った幕の内弁当っぽいお弁当ですね。いただきます。食べたらもうね、作業に戻ります。で、こんな感じでテープを貼って、こんな感じで滑り止めを貼り終えました。で、お弁当もね、食べ終えました。じゃあ次はね、小さい方の板と助手席の板にこのシートをね、貼っていきたいと思います。で、こんな感じでね、フローリングマットをひっくり返したものの上にさっきの板材を2枚置いて、折り返し分とね、変わらない程度の木材でこんな感じで揃えて、あとはね、アウトラインをちょっと引いていきます。しっかり乗って押さえて、こんな感じでね、線を引いたらこの線通りにカットしていきます。はい、こんな感じでちょっと隅も落としてカットしたんで、あとはタッカーでね、止めていきたいと思います。はい、ダイソーのね、タッカーですね。でかいホッチキスです。あんまりね、打ち込み能力は高くはありません。はい、じゃあね、こっちもね、カットしたんでね、止めていきましょう。で、運転席後部はこんな感じですね。ぴったりはまってます。色がいいですね。やっぱし同じ色なんで、ちょっと溝の部分はね、ずれましたけども、まあこれぐらいがいいです。
ちょっとね、向こうの分が今日取り付けられないのがちょっと残念ですけども、まあ OK です。でじゃあね、あのこたつユニットをのけてみましょう。はい、こんな感じですね。こうやってずらしてこんな感じですね。いい高さでいい場所に来てます。もうこれでいいんじゃないですかね。で上にね、こんな感じでちょうどの大きさでカットしてたんで、こんな感じで OK だなと僕思ったんですけども、実はちょっと問題がありまして、というのがですね、まあどう説明しようかな。この分を使ったらね、こんだけずつぐらいちょっと無駄になっちゃうんですよね、 2×4 の柱に対して。でこの幅がね、だいたい5センチぐらいあって、今この板は90センチなんですけども、言い方変えたらね、あの固定方法じゃなかったら10センチほどテーブルが短くできるんですよね。で短くできたらね、ちょっといろいろメリットがあるんですけども、今現状ではできないと。でそれをね、もうあの見据えて、実はねこの板2枚を作っていたんですよね。これ40cm×80cm の板で、下側がこの分の下側と一緒、上側がこの分の上側の天板になるような格好の板ですね。あの食事とか作業とかするようなところの天板です。でこの足をね、この分で取り付けたら幅がね10センチ狭くなった机にできそうなんで、ちょっとねその分を試してみたいと思います。でもね、あのもう外真っ暗でから僕も眠いんでね、もうさすがに今12時ぐらいなんで、ちょっと続きの作業はね明日朝一番にでもしてみたいと思います。はい、ということでね、ちょっとあのこの作業を言っときながら今夜は寝ます。ということでね、おやすみなさい。こんな感じなんですよね、ちょっとうまく使えてごめんなさい。めちゃくちゃそのゆったりされます。